こんにちは、今日はですね、ちょっとラバーの紹介をしたいなと思います。なんでこんな、ね、急にラバーの紹介するかっていうと、まあ、ある程度新しく出たものっていうのは検証して広めていくっていうことを、我々はやってるんですけれども、まあ、ドニックばっかりですけどね、ドニックの新しいラバー、まあ、ここにあります、ブルーストームプロ、まあ、ここにはねブルーストームプロの AM っていうものしかないんですけど、まあ、私のラケットには AM ではなくてプロの方ですね、プロ、こっち貼ってあるんですけれども、まあ発売されてからだいぶ、数ヶ月、2ヶ月ぐらいかは経つんですけれど、だいぶ検証が済んだんで、個別にこうやって紹介することは、今後するかどうかは分かりませんけれども、かなりおすすめできるラバーだったんで、紹介したいなと思います。でこの AM、ブルーストームプロ AM、この AM って何じゃっていうね、まあ、それは置いといて、実は、プロとプロ AM ではラバーの硬さが違うんですね。で、まあ、プロの方ですね、プロの方は硬いです。で、AM の方は柔らかいです。で、まあ、正直に言うとプロの方は若干、扱いづらいかもしれません。それはどうしてかというと、ちょっとクロート向きなんですね。結構できる人、あと硬いラバーが好きな人っていうのが対象になるかなと思います。私は硬いラバーが大好きなんで、硬いって言ってもね、あんまり50度超えるようなものっていうのは好きじゃないんですけれども、45から47とかそんなんが好きなんですけれど、まあこのラバーはかなりグリップ力が強くって、とってもいいラバーですが硬いんです、ちょっと。それに比べてですね、こっちの、まあこれもどっちも同じなんですけれど、それとここにね、AM が両面貼ってあるラケットがあるんですけれども、こっちはね、この AM の方はかなり使い勝手がいい、過去あまり類を見ないぐらいラバーとしてめちゃくちゃいいと思います。ちょっとやばいよね。やばいね、ちょっとやばいね。僕両面 AM 今使ってるんですけど、そのラバーを試打した瞬間にラバー変えましたAM に。それぐらい良かったですね、とりあえずやっぱ打球感は柔らかくてグリップ力もあって、まあ、コントロールがしやすいっていうのがもう一番ですね。思ったようにボールが飛んでくれるっていうの、自分が思ったよりボールが飛ばせるっていうのがすごく僕は好きですね。そんなにいい、うん、俺は大好き実は最初バックに AM をつけてフォアにプロの方をつけてたんですけれども、見た目には AM とかここには書かれてないんで違いは分かんないんですね。まあ、触れば硬さが違うんで分かるんですけれど、私の場合はね、やっぱりバック弾いたりもしたいんで、あんまり柔らかいのが得意でないんで、両方プロの方がいいです。まあ、今ちょっとね、この青いラバー使ってますけれども、これはこれでかなり気に入ってはいるんですが、まあ柔らかいラバーが好きな人もそうですし、あと
まあ、どうかな、ものすごく幅広い人が使えるかなりハイスペックラバーなんですね。で、表面の劣化は、グリップ力が強い分擦れた、劣化はします。だけど最近のラバーにありがちな使ってもいないのにどんどん白くなっていくっていうのは一切ないよね、うん、ないね。思ったより劣化しないよね。かなり長いこと使えるよね、うん、思ったより、うん、まあね、バリバリ練習する人とかだったら、若干早いかなって感じるかもしれないんですけれど、いやそれでもここ最近のラバーにしてはかなり、うん、耐久性のあるラバーやし、これはまあねえ、あんまり人に実際教えたくないぐらいラバーとしての、うん、クオリティが高く、まあ、ただ今の選手ってパーン当てるからな、しっかりね、キュンキュンって引っ掛けで持ってく人って少ないから、あんまりニーズに応えられるような感じじゃないのかも分かりませんけれども、まあ育成用にも悪くないし、いや一戦級で戦う選手でもかなりいいんじゃないかなと思います。あ、ただ硬いラケットに硬いラバーって結構主流になってて、まあ、ちょっとその考え方は私大嫌いなんですけれど、硬いラバーを使わないんであれば、ちょっとこれは最強かもしれないです。これはぜひ試してみてほしいところなんですけど、ラケットこれにつけたらやばいよね。この組み合わせやばい、やばいですね。それはエリートカーボン、エリートカーボン、エリートカーボンに、ドニクのブルストームプロの AMAM 多分無敵です。本当にやばいです、この組み合わせ。結構パン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 ってやるだけですごかったよね。すごかった。まあグッていうのにはちょっと向いてないかな、うん、結構ガンガンガンやるのにはもう本当に最適な、ちょっとラケットも軽めにしておくとすごく扱いがいいんじゃないのかなっていう気はしますけれども、まあ私はあんまり柔らかいと好きじゃないんで、ただ打った時にはうわこれは簡単だな、しかもちゃんとした球いくなっていう風に感じた、ラケットなんで、まあ、彼はね柔らかいの好きなんで、柔らかい感じの、ね、ラバーのクオリティよく知ってるんですけれども、このラバーはちょっと反則だろうっていうぐらい、本当に最初に試打してその瞬間にもうめちゃめちゃいいっていう、もう思い通りにボールが飛ぶっていうのは本当にすごく魅力ですね。引っ掛けたい時に引っかかるし、高さ、長さ、かけ返しやすいんじゃない、かけ返しもやりやすい、すごいすごいな、本当にすごい、こんなラバーあるんだっていうぐらい、のクオリティだと我々は感じるんで、まあ私は普通のプロの方おすすめではあるんですけれども、柔らかいのが好きっていう方は、AM の方を使うのがいいんじゃないかなって思います。私はどっちもおすすめではあるんですが、多くの人が AM に当てはまるんじゃないのかなっていうふうに感じるんで、まあ、まあまあ値段はしますけれども、だけど最近の高いラバーに比べれば安いんで、
ぜひね一度試してみてほしいなと、その試す価値はあるんじゃないかなと思います。使ってみてくださいね。めちゃめちゃ良かったっす。めちゃめちゃ良かったっす。使ってみてください。嘘っぽいな。嘘っぽい本当に使ってるからね。まあまあ、両面まあまあそうやけど、めちゃめちゃいい。本当にめちゃめちゃいいです。僕はめちゃめちゃいいです。基本嘘つきですから、この人嘘つきなんで、信じられるかどうかちょっと分かりませんけどいや、これだけは本当です。これちょっといいですよ、これは。うん、ぜひ、考えの中一つに入れてほしいラバーではあります。試してみてください。試してみてください。